皆さんこんにちは。今日はねちょっとじっちゃんもさ編集に Mac がいいって聞くんだよね。やっぱりね、だから Mac をさ見に行ってみようかなと思うんだけど、でも MacBook で本当に 4K とかさ編集ができるのかな。ネットで見るとね、なかなか途中で止まってしまったりとかさ、レンダリング途中で止まったりとかするとか書いてあるけどさ、どうなんだろうね。ちょっとさ、Apple Store に行って聞いてみようかね。まあ画像処理とかね、その、なんていうかな、映像関係とかさ、そういうのは昔からまあ、Apple がさ、開拓してる分野ではあるんだけどね、わかんないよね。まあ、じっちゃんが使ってるさ、デスクトップは、4K の動画を編集しても難なく無理なくサクサクね編集ができるんだけどさ、ノートで本当にできるのかな。ここにね Apple Store があるんで、ちょっとね行って聞いてこようかなと思います。ここはね、じっちゃんがいつも来るダイソーで、ここはね、スターバックスコーヒーの、スターバックスコーヒー、アップルストアだよ。こんにちは。誰かいるかな。あ、MacBook のさ、一番いいやつっていうのはこれなの。そうですね。15インチのものが一番 MacBook Pro の中では処理能力ともに高いものですよ。あ、そうなの。はい、あの 4K のね動画を編集をしたいんだけど。なるほど。なんかネット見るとさ、止まったりとかってするとかって書いてあるから。なるほど。本当に 4K 動画が編集できるのかなと思って。MacBook Pro の15インチであれば問題なくできますよ。それこそ、こちらのものと比較すると、まずこちらクワッドコアっていう、いわゆるプロセッサーの脳の部分が4つありますよって状態なんですけども、こちら15インチの場合は6、いわゆる脳の部分が6つある状態なので、まずその時点で、処理能力がだいぶ変わってきます、で、メモリという部分ですね、一番そういった編集で関わってくるのが、いわゆるメモリが一度に編集できる、まあ、一度に処理できるの、いわゆる情報量みたいな感じなんですけど、16ギガ入ってるんでしょう、16ギガ入っておけばなんとかはなるよね、全然問題ないと思いますよ、4K であれば。あ、そうなの、で、まあ、それでもちょっと気になるようであれば、カスタムで上げるってこともできますけど、今、デスクトップで編集してるんですよ。なるほど。で、まあ、Windows なんだけど、8700K か、あれは8コアか、そうですね、8、怖いなってことですかね。全然問題なく編集できてるんだけど、外で編集をしたい時があるんですよ。なるほどですね。持ち運びしてる中で編集をしたい。そうだから聞いたら MacBook でね、してる人もいる、してるって聞くんで、どんなもんなんだろうと思って。なるほどですね。 4K、それこそ15インチじゃなくても、こちらの13インチの4コアの方でも問題はないですけど、サクサク動く度合いで言うとやっぱりこっちの方が高いです。あとは先ほど止まるとかのお話がちょっと出たんですけど、これで止まるってことはそうそうないです。それこそこれが容量がパンパンになってきて、なんか動かす部分の容量がなくなってきたとかであれば、それこそちょっと遅くなる可能性もあるんですけども。これはハードディスク ?SSD?SSD SSD です。SSD、はい。SSD がいくらになってるの？SSD の256が512ですね。ああ、これ、512。なんで、もうそれこそ SSD の512とかであれば、
もともとこのまずプロセッサーの部分が 2.6Hz なので、まずこの上のモデルよりも処理能力高くなってます。うん、そうわかる。で16の、まあね、あとはまあグラフィックもちょっと高くなってるので、うん、編集とかにしたいのであれば下のこのモデルの方がおすすめではありますね。あ、下の方、うん、下がね、グラフィックも高いので。なるほどね、うん。ただ持ち運び中面で、ね、結構持ってみるとわかるんですけど、なかなか重たいんですよね。バッテリーってどれぐらい持つの？バッテリーはだいたいですね、10時間、最大電力駆動時間が10時間ぐらいです。ああ、10時間、うん、ああ10時間も持つわけ。ずっと10時間をしてれば10時間で切れちゃうんですけど、うん、まあ、やって取ってとかであれば、まあ、1日ぐらいは普通には持ちますね。まあ別にそのモバイルバッテリーも車に積んでるし、うん、そのあたりはじゃあ問題ないわけ、うん、そうですね、モバイルバッテリーも全然つなげます。ただ、うん、端子がこういった USB-C という端子になっているので、 USB の端子がつなげなくなっているんですね、直接は。これ C 端子なの？ C 端子です。 USB-C という端子です、うん、なので、うん、USB 端子、USB の A タイプをつけて、これなんかも USB-C なのよね、GoPro の。なるほど、まあ、USB-C であれば直接つなげるんですけども、まあ、USB-C… MacBook とか使ったことないんだけどさ、はいはいはい、これはなんかな、編集ソフトとか入れるのはどうすればいいわけ？あのなんか CD プレイヤーとかをつないで、うんうん、あの CD 版も持ってるんだけ ど、 なるほど、そういう時は、CD の方に焼きたいってことですかね、なんか音楽とか。いや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 、あの編集ソフトを CD 版で持ってるんですよ。あ、でなるほど。 Windows と Mac と、うんうん、どちらでも対応してますけど、どっちでも対応しとって CD が2枚入ってるんだけど、だからそれをインストールするにはどうすればいいの？まずディスクをつなぐためには、そのディスクの動かす起動のオプションのものって、うん、これついてないんです。いわゆるこれ直接入れないので、だから CD プレイヤーを別途つなげないといけないということと、うん、あとは、その CD プレイヤーが多分だいたい USB になってくるので、うん、その変換アダプターをかませないといけないということ、うんうんうん、それをしていただけるのであれば問題なくインストールができます、うん、どっちも対応しているディスクであれば問題はないです、うんうんうん。あとは動画編集であれば、もともと iMovie っていう編集ソフトも入ってたりはしますけど、まあ iMovie じゃねえ、うん、なので、まあ、この iMovie でなんか違う、遊び程度だったらいいけどね、うん、まあ、違うものを撮りたいという場合であれば、まあ、先ほど言ったみたいにディスクのインストールとかネット上でのインストールとかは、うん、マックに対応し、OS に対応しているものであれば問題なくできます、うんうん、なるほどね。これはさ、あの、うん、マウスも普通につなげるの？つなげられますよ。ただ有線のものだとちょっと難しいかもしれない。あ、有線は難しいの？まだかませないといけないので、あ、かませれば問題はないと思いますけど、無線のやつだったら、うん、無線のやつは問題ないです。Bluetooth でつないでいただけるので。どうもね、ノートも使ってるんだけど、どうもこう、こう、もう一つ使いづらいっていうか。なるほど、トラックバッテリーからどちらかというと回すの方が、まあ、うん、慣れてないっていうのもあるんだろうけど、なるほどですね。一応回すと問題なく使えますよ。ああ、そうなんだ、なるほどね。一つは Windows でさ、 iPhone 使ってるんだけど、 iPhone で撮った動画なんかをインストールするのにさ、もうエラーが発生したりとか、あ、なるほど、ね、まとめて入れられなかったりとか、うんうん、一つ一つ入れないといけなかったりとかね、するもんだからめんどくさいなと思ってよ。昔 Mac 一時期使ってたんだけど、はい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 、どうも思うように使えなかったんで、なるほどですね、そのままもう使ってないんだけどね、はい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 、ということは30万8000するわけ。あ、30万2000か、まあ、ちょっとですね、まあ、それにプラス税なので、まあ、プラスもう5000、6000ぐらいかかるわけだ ね、 ですね。結構するね。そうですね、結構します。デスクトップのサイズを級が変えるね。そうですね、処理能力的には結構もう本当デスクトップに遜色ないぐらいの処理能力はあるので。ああ、そうなの、うん、もう今デスクトップはもう全然関係なくサクサク編集ができるもんだから、あ、まあ外でするのにはまあ慣れないとね。まあでも今使っている編集ソフトが Mac 用もあるんで、うん、まだ大丈夫かなっていう気はしてるんだけど。なるほどね。その動画の編集って結構 長い感じ。いや、10分15分であれば YouTube の動画だから。ああ、なるほどですね、うん、であれば問題なく編集は。こういうカタログってあるの？あ、ありますよ。私できますね。一部もらえますか？もちろん。
15インチのものでよろしかったですか？あの、はい、一番大きいもの、ね、うんうん、はい、大きい方がもう年寄りはね大きい方が見やすいからすごく見やすいですよ15インチ。じゃあこちらの方なんですけど、下の方が15インチのもので、お値段が、こちらが、250円、こちらが510円、つけておきますね、ですね。で、まあ、ここによって違うもの、うん、まあ、例えば 2.6Hz だったりとか、こういった部分とかが分けられてます、うん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 、同じ部分はやっぱり統合されてますね。分かる、うんうん、分かる。あと、このこれ以外に必要なものっていうのは何かあるんですか？これ以外に必要なもの、うん、動かそうと思って必要なものってある？なるほど。別に何も、例えば先ほど言ったみたいに USB-A のタイプ、普通の USB の記憶デバイスとか、うんうん、いわゆるメモリとかをつなげたい場合にはどうしても変換アダプターって言われるハブが必要になってくるとか、うん、はいはいはい、そういったものになってくるので、本当にお客様のご使用状況によって必要なもの結構変わってくるわけなんですけど、うん、先ほど言った、まあ、ディスクのインストールのために、うん、まあ、それ専用の、CD プレイヤーみたいなものとかいるとか、うん、まあ、今 CD プレイヤー安いよね、買ってもね。うん、そうですね、まあ、大体安いのだと4000、5000円とかで、うん、なりますかね。わかりました。はい、はい、すいません、ありがとう。お時間ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。大丈夫だとは言うけどね、どうなんだろうね、わかんないね。使ってみないと何とも言えないよな。どうするかな。ということで、じっちゃん今日はね、アップルストアにね、MacBook Pro を見に来てみました。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。